ベルーで車が道路を外れ線路を越えて横転する瞬間を監視カメラが捉えました画面の奥から走ってくる白いワゴン車前方に止まっている車を避けようと道を外れると隣の線路も越え勢いよく木のコンテナに突っ込みます衝撃でワゴン車はひっくり返りあたりは砂ぼこりに包まれます 30日にペルーの首都リマで起きたこの事故では通行人も巻き込まれましたロイター通信によりますと亡くなった人はいませんでしたが少なくとも6人が負傷し病院に搬送されたということです事故の原因はまだ分かっておらず警察などが調べています